ダイハツキュリオス大阪に来ますよ。見ないと損。もう今までシルクドソレイユの公演たくさん見てる方も知ってるわよとか見たことあるわよって今思ってると思うんですけれども、今回はもうもっとすごいことになってます。この私だっていろんな公演見てきてますけれども、まあびっくり、小道具の細かさ、素晴らしさ、もうその世界観がそこから始まるんです。でももちろん大技もすごいです。そしてなんて言ったって、このキュリオスは1分間の物語です。今日は何もやることないな、なんか普通の日だな、何もないなと思っている方いるかもしれないんですけれども、これを見たら1分の可能性ってすごいなっていうふうに思えると私は確信しています。上半身裸の男性が、イケメンが飛んできますよ。そしてクスッと笑える細かい演目もあります。見ないと損ですよ。